頑張ってきた。また来た、逃げよう。来た来た、逃げよう。シーフカフェだ。あ、止まった。これがエビ。粘る。父ちゃん、なんでね、これね、顔が食べられるの、顔がついてる。顔がついてる方が可愛いじゃん。それほったらかしてるだけでもできるの？もうほったらかしですね。固形燃料を、はい、下に置いて。ね、父ちゃん、ももちゃんそれ混ぜたい。混ぜる？いいよ、ほら。混ぜる。じゃあパカッと開けて。もちもちしてる。一緒にご飯食べる？違うご飯。はい、じゃあもらう？食べようか。こうやって炊いたやつやって。もらう。いらん。ちょっともらおうか。美味しいかどうかはあれだけど。いや。そのまま食べてもいいし、なんか器で入れてもいいし。今度から買って。赤いのでもいいから。あ、もう焼けてるけど。おしまい？もうちょっと。真っ暗。まだ赤いよ。赤いよ。青よ。ちょっと青いっぽいね。うん、ちょっとそして青っぽいね。シー来た。シーボーイだ。危ない。ここ持っとったよ。いい？危ないよ。何でもいい。確かに入れたかな。お、上手上手。はい、オッケー。はい、オッケー。え、父ちゃんちょっとそれ抜いて。え、どかない。ねえ、お願い、今日だって。今日だけじゃないじゃん。父ちゃん、今日でもう知らない。もう知らないじゃん、もう知らない。これじゃないと無理やな、こういうやつじゃないと無理やな。その固形燃料でやるからいけてるのか、この形やからいけるのか。ああ、どうなんですかね。この形だからなのか。このか一応下が丸くはなってるんですよ。はいはい。ああ。いやいや、ご飯の話をしよったのよ。いや、そんな話はしてないから。一言もしてない。でもあると結構便利ですよ。そうですね。1合しか炊けないんですけどね。多くて 1.5 合ぐらい。あ、どう？え、ももちゃん一人で当てるんでしょ？始まった？え、父ちゃん、当ててない？当ててないかな、どうかな。当ててない？当ててないよ。ちょっとね、さっきね、あの、はい、ちょうど隠れる。ああ、あれやったんですよね。ちょっと顔が。え？ちょっと顔が見えてる。あの、ここの辺に。わあ、変な景色になった。今度ちょっとこっちおいで。だったら、とっくとっく。すごい大きいよ、これ。ちょっと僕も入れて。僕はそのまま焼かれていきにさ。父ちゃん。え？僕死んでもいいの？やめてよ。よいしょ。おもっ。僕割り切りして、お願いします。すごいですね、だいぶでかい肉ですよ、これ。でかいね、これ。父ちゃん、見よって。心いい感じだから。見よって。あの、この、うん、ください。なんか、ちょっと、ずらします。あ、そう。お子さん用にはもうちょっと焼いた方がいいかもしれないですね。あ、本当ですか。一回ちょっと、これで。ちょっとすいません。僕、お肉食べたかったのに、なんでないの、今。わー、火で燃えるわー。破れた。わからね。開けてもいい？入れてもいい？これ。ここよ、ここ。あいちゃん、こっちだったわ。しょうがないね。食べれるだろう、もんちゃん。
下の子はちょっと硬いかな。あ、でも肉全然柔らかいですねこれ。で大人にはねちょうどいいですよね。もんちゃんとこれ取っとこう。ないとこれ取っとこう。そしたら明るいでしょ。父ちゃん。うん。なんでね、マクロクロスそこにずっとね。マクロクロスからずっとねビデオを撮るよ。ね、こう。ああちょっとずっとここにも出したらかわいそうじゃん。ああ、じゃあ違うところにしとこうね。僕、父ちゃんに会いたいよ。父ちゃん、父ちゃん。父ちゃんでも。マシュマロ焼いてみる？あいちゃん好きなやつやな。あ、好きなの？ね。なんかチョコレートだけど。はい、マシュマロ？飛んでくる。うん、やったー。爆弾。ありがとう。今爆弾。本当に。なんか見たらもう爆発する。シーっていう音に反応して爆発するぜ。さすがに。それでビビらんか。ほらほら。もっといて。もっといて。なんかおらく、おらだから。ヒーが、ヒーって言ってる。ヒーが。ほら。あ、水があるじゃん、水があるじゃん。あれ爆弾だ。いいよ。こっちがあるこっち、このまま食べたもいい。キュウリが全然違いますね。これは確かにもうガンガン巻き入れると追いつかないですね。これ多分このこっからもうすごい効率すぐでしょうね。効率良すぎるんですよね。めっちゃあったかいけど、ここはここであったかいですか。これ何のこれですか。あの鮭なんですよ。あ、鮭。あ、いただきます。鮭食べる。サーモン。バグランじゃないよ。なんで？サーモンのホイル焼き。美味しいよ。一本でいける？一本でも二本ないの？お箸。はい、いいよ。これだけいいですね。これだけね、よくキャンプ来た時になんか、いろんな魚でするんで。これはこれで作るんで、ずっと。そう、もう、あの、オリーブオイル、あの、酒を置いて、はい、オリーブオイル垂らし、バーって垂らして、はい、まあ、これはあの、クローゼスパイスなんです、バーってやって。で、もう、あの、もうホイル包んでね、適当に。
そうそう、あ、網の上置いていただけです。ちょっとね、あった、あ、見て、イエロー。あ、こっちもイエローやったよ。すごい、あの、英語で全部色に パープルの言い方すごいかっこいいよね。パープル言うて。紫何？パーパー。ほら、さっきもね、ずっとね、教えてもらってて。本格的なんですよ。これ、これ飲まれます。ちょっとね、ちょっとぬるなんですけど。いただきます。はい。ちょっと持ってきたよ。あ、もしよかったら、あの、はい、なんかこうキャンプで使う用のね、はい、コップをかあのプレゼントしたりとか、キャンプで使えるかなと思って、あれしたんで、もし。なんかユニフレームのものをいただいて、いいね、ちょっと僕がなんかこうパッと見て自分が欲しいなと思って、あ、マジですか、いや、それいいかな、これ初ユニフレームなんかすごいね、持った感じがね、はい、めっちゃなんか重たくて、あ、なんかすごい重厚な感じでよかったじゃあいただきます。父ちゃん、そういう作り台が、あの父ちゃん、これ食べてる、ボールみたいなやつ、本当にお皿みたいな、はいはいはい、あれなんですけど、あれも思ってるよりちゃんとは燃えるんですけど、あれもやっぱこれぐらい大きい、そうですね、大きさは結構大きいんですよ、はい、大きいんですけど、何も下こう穴とか何もなくて、ただ単に本当にボールなんですよ、けど思ってて燃えるんですけどね、それと比べ物にならんぐらい、もうあと燃えてますね、これすごいですね。夜のね、海を見ること自体がほぼないんで、本当にこの波がこう、音がいいんですよね。なあ、アンリちゃん、夜のこんな海って見たことある？ないよな。そもそもさ、アンリさ、海で泳いだことってあんの？あるんかな、わかんないけど、そうだないんじゃん、記憶にある？ないよな。そういえば、海行ったことないわな。あったっけな。雪山よ。ブラック黒？黒。あ、ブラックは黒で、ね。じゃあ黄色は？イエロー。じゃあ青は？忘れた？ブルー。あ、正解。紫は？パーパー。紫だけ、本格的やな。上手やな。じゃあピンクは？ピンク。あ、これわかんねんな。だいだい色は？だいだい色。オレンジ。わあ、すごい。赤はレッド。レッド。正解。茶色は？うん。まだわかる？茶色は？茶色は？うん。アンちゃん、わかる？ブラウン、ブルー、正解、ブルー、ブルー、一緒に打ったな、パー、ごまかしちゃうな、そうよ、それなんていう、ダイナソー、わー、すごい、ダイナソーは、うん、そうよ、うん、すごいな、はい、行きますよ、アンちゃんもいい？せーの、一応ピッ、まあ、じゃあこれでちょっと一応するんやな、ありがとうございます。ちょ、寒くない？ちょっと冷たくなってきた、寒くない、ちょっと冷たくなってきた、やだ、母ちゃん、どこに置いたの？ここ、どこ？え、あ、じゃあ、ここ、はい、どうぞ、取って、ただ単に言って、お、はい。
醤油であのブリッツって今さばいたんですけど食べる醤油がなくて、あ、こちらの大身でまだあの半身あるんで半身ちょっともらえたらあげようかなと思って。魚もらう？見て。好き？ブリ。ブリなんて。あ、食べてみる？さっき捕まったなって。はい。あ、そっちのあたりでやってて釣って。じゃあちょっといただいてもいいですか？はい、もうこの2つともどうぞ。いいですか？こんなのもらって。あ、いいです。半身あるんでちょっと醤油が本当になくてもらいたかったんで。すいません、ありがとうございます。これぐらいあったらいい。燃えちゃうんだよ。はい。塩とかあったりしますか？ダメ。すごい準備いいですね。ちょっとちょっとまた。はい、またお菓子に。父ちゃん食べてもいい？食べてみるから。多分それ美味しいんで。はい。食べてもいい？はいよ、食べて。よく噛んで食べてね。ちょっと骨があったんですけど、僕が一応下手くそながらさばいたので、あ、点数はまた足りないものだったらいいものがあればまた。すいません、ありがとうございます。ダメ、ちょっと感想。ダメダメなの。釣ったばっかりって、さっきまで言ってたんですよ。さっきの人に言うから分からないらしいです。美味しい。あ、よかったよかった。ありがとうございます。すいません、ちょっとお借りします。はい。やばくて、なんかすぐそこで釣ったらしい。あ、もうちょっとじゃあもらっていいですか？うん、うん、すごいサクサクですよ。これ遊んでもいい？ウルメイワシも釣ったんですけど、こっちの方が美味しかったので食べますか？あ、シュッ。甘いですか？いいです。はい。あ、骨が多いんですけど、こっちの方が美味しかったです。でも、これあの向こうの方で。すいません、いただきます。はい、いただきます。全然大丈夫。あの本当にもう助かったね。ありがとうございます。どうした？ありがとうございます。煙こっち来てんな。こっち来てなかったもん。はい、こっち来て。あ、じゃあ、じゃあ、チラメルちゃんがいい。よし、行くよ。シャンシャンシャン、通ります。シャン。リンゴが3つ、すごい難しいね。リンゴが3つありました。それを誰かが1つパクッと食べました。リンゴは何個残ってるでしょうか？2。引き算できないって言ってできるやん。ほんじゃ、いくで次。3-1は3-1は3。残念。文章問題だとできるけど、計算だったらできないんや。引き算習ってないもんな。1-2で、そこに、あ、とんかつも形がわからんかもしれない。これは本当はとんかつなんだけど、もう顔が見えないんです。パンあるけ、パン食べんさ。あ、
ああ、すみません、ありがとうございます。あ、すみません、コーヒー飲んでましたね。まあ、もしよかったら、ちょっと温かくして。すみません、いただきます。あの動画でマジですか？ありがとうございます。プレゼント当選してないんで。ありがとうございます。はい。大切に使います。どうかな？すぐ。ここ構えな。え？赤と黒のところを両方持ってから、あ、そう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 、もうちょっとこっちこっちよいしょ、よし、やるよ、こっから引っ張ってください。お、上手上手。いいよ、どんどん行く、どんどん行く、すごい。もうもっとやり方わかるけど、すごい。すごい。今度は閉めようか。うん、いや。閉めるか。閉める。閉める。閉める。はい、できた。いける？難しいか？どうしてこうするの？こんにちは、僕がのことでいます。いやあの子なんかかわいい、どこして、キミギってキミギーどうぞ、ガチャガチャ、あはお前はなしで、はい、じゃあ、はい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 、じゃあやってみますよ。前を地上します。注射。ブッシュー。前は、お股も、あとお尻も。痛いと思う気持ちが。
と見つけられる。じゃあ向こう見てください。せーの。でもね、いるよ。はい、左側。せーの、はい、チーズ。取れた？取れた。あ、赤いの、赤いの。